はい、お疲れ様です。ラクロス練習できない状況とか続いてると思うんですけども、雨すごい日とか、まあ、そういう時にどういう練習してたかなっていうのを思い出した時に、学生の時やってた練習を一つあったので紹介していきたいと思います。僕得点のパターンとしてはすごいクリースが多くて、まあ、シュートがゴール近くが得意っていうのもあるんですけど、やっぱりフィードに対する反応とかキャッチのところが結構得意なんで、その練習を培ってきたものっていうのが、遊び半分で友達とやっていたこのキャッチの練習っていうのをやっていきたいと思います。今日は今もね、練習前とかに水田さんとかキャッチ上手なんですけど、パス、フリーボール、練習前のパスキャッチのところで結構悪いパス、悪球投げてくださいみたいなとこを水田さんに言って、お互い悪いパス投げて、まあ、いろんなとこキャッチできるように、練習前にやったりしてます。水田さんもね、めちゃくちゃキャッチ上手いんで、ぜひ真似してください。では行きます。まあ、今日紹介するのは、まあ、正直一人じゃできない練習なんですけど、友達とか家族とか恋人とかにボールを投げてもらってキャッチするっていう練習です。家の中だとラクロスボールは超危険なんで、僕はこういうしむし丸めたボールとか、あれ靴下とか、あと新聞取ってないって人もいるんで、これ靴下でも大丈夫です。靴下こう丸めて投げてキャッチするみたいな、ちょっとやっていきたいと思います。やるよ。ポイントは1年生向けの練習動画でも説明したんですけど、やっぱね、この首のとこを持ってたら絶対です。なんでかっていうと、長く持ってると体の近く来たらこうやって取んなきゃいけないよね。それはこうやって取れるから。で、長いのは来たら普通に短く持ってる分に伸ばすのはすごいスムーズにできるから、長い持ってるから短くするのって結構大変になってくるんで、あそここんな感じです。楽しくできるんで真似してみてください。じゃあシャイン。